皆様こんにちは、こんばんは、おはようございます。ネコリンゲーム正直屋のネコリンです。本日はこちらのゲームになります。ファイナルギア。イベントで夏の思い出が来ています。今回は今更ということになりますが、夏の思い出ってどんなイベントなの？どうやって進めるの？戦力差激しいけど大丈夫？などなど、夏の思い出の今更なんですが概要や、こんな感じで攻略してはいいよというのを個人的に説明をしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。というわけで、夏の思い出、早速なんですが、皆様やっていますでしょうか？右上にね、イブリンのイベントということで書いてあります。夏の思い出、早速見ていきましょう。まあね、こんな感じでスペシャルイベント、夏の思い出ということで、11月17日まで、タイシアの水着イベントのバッグが、ある絵柄があるんですが、こちらのイベントをやっています。こんな感じでね、今、リモートビデオにはベロニカが映っているんですが、夏の思い出、皆様どうですか？まあ、ボックスガチャを回していくゲームなのは皆様ご存知だと思うんですが、このボックスガチャを回すためにどのような手順を踏んでいくのかというところ、よくわかんないなっていう風にやっている方もいらっしゃるかもしれません。というわけで説明をしていきたいと思いますが、一つずつ説明していきたいと思います。まずですね、こちら出撃とあるんですが、第1章、第2章、第3章、第4章ってあるんですが、これって何なの？ということなんですが、これはですね、イベントステージと言いまして、こちらのイベントステージは段階によって解放されていくものとなっています。段階って何？っていう話なんですが、段階というのはクリックしてもらったら分かる通り、まあ、タップしてもらったら分かる通り、こんな感じでね、10月27日から11月24日の間イベントがバンバンありますよということなんですが、第1章、第2章、第3章、第4章と始まる時間は、日付っていうのかな、は異なっていることになっています。なので今イベント開催時で開放されているものはあくまでこの第1章だけという風になっていますので、第1章をバン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 まず進めていくことになります。で、シナリオ、探索、チャレンジという風に3つあるんですけれども、まずこちらシナリオなんですが、シナリオは、まあ、交換素材集めの効率はあんまり良くないですけれども、まあ、限定のシナリオが楽しめますよということで、まずストーリーを楽しみたい方は、こちら、シナリオをやって、この夏の思い出ファイナルギアの特別ストーリーを楽しんでみようというところになっています。クエスト探索なんですが、こちらはですね、交換素材集めの効率がかなりいいものとなっています。まあ、最高難易度とクリアしたら、その最高難易度をひたすら相当してはいいんですけれども、私はですね、まだ全然戦力は育ってなくて、なかなかね、相当までいけないんですよね。ノーマルまでが相当しかできません。ちなみに、このゲームなんですけれども、まず相当って何かと言いますと、相当をタップするとこんな感じで、ステージ相当とありまして、まあ、一度星3を取ったところは、このようにエナジードリンクをね、使って、まあ、スキップできますよという風になります。時間をかけずに相当で探索できますよということですね。ただ、これなんですけれども、実は、このゲームですね、このゲームというか、今回のイベント、もちろんイベントを有利に進めれるように、ドロップ数が上昇するキャラクターもいます。30% なのはタイシア・グラフトだけなんですけれども、それ以外、アレクサ、アンバー、イブリン、アルファ16、リンベル、マーグレット、クリスティーナ、ベロニカがいるんですね。で、一度クリアしてしまった後、こちら相当を選ぶときに、実はレベル1だろうが何だろうが、相当はもう無条件でできるようになるんですよね。つまり、ボーナスキャラクターがいる場合、ボーナスキャラクターを揃えたパーティーを、パーティー1、チーム1に置いて、あとは相当をするだけで、ボーナスがついた状態でのガン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 ポイントも手に入りますよということになるんですよね。何が言いたいかと言いますと、星3でクリアしたら、あとはボーナスキャラクターをまとめてチームに入れて、ガン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 相当をして、まあ、この
所持アイテムですよね。入場アイテムがある限りはやっていきましょうということになります。ただもちろん難易度が高いものをクリアしたら、あとはそれを回せば回すほどポイントが高く手に入ります。ポイントというか交換アイテムが手に入る確率が上がりますので、もちろんできるだけ難易度が高いところでやった方が得というふうになっています。次ですね、チャレンジなんですけれども、チャレンジというのは他のに比べてガチャコイン、ここでしか手に入らないんですよね。唯一ガチャコインが手に入る場所となっています。まあそのついでに交換資材も入手は可能となっています。まあですね、こちら入るためにはこの競技許可証というものがあって、競技許可証の所持数分しかいけないので、ちょっとこの辺ね難しいなというふうになっています。なかなか入れないものとなっています。でもね、皆さんこれ見てください。例えばこれ任務開始しようとすると、私の場合まだ戦力が4万しかないんですけれども、こんな感じで相手の戦力20万ぐらい、敵との戦力差が激しいですが、このチームで出撃しますかっていうふうに出てきます。これ数字だけ見るとさ、20万対4万勝てるわけないじゃん。いやこんなん無理無理、このイベントやばすぎでしょ、初心者だから何にもできないじゃん、勝てないじゃんっていうふうに思う方多いと思います。しかし自分なんかね、4万なんですけれども、5倍まではなんとか星3を取れるっていうような感じで今のところできています。まあ自分の場合まだね、この指揮官っていうのかな、レベルがさ34しかないので、レベル34までしか上げれていないので、全然戦力的には勝てないなんですけれども、現状チャレンジなんとかノーマルぐらいまでは勝てている。ハードはねやっぱ150秒以内に倒すとか、最後の最後で味方が1体ね大破しちゃったんですが、ハードも頑張ればなんとかいけそうかなという感じです。なので一度も戦力差にびっくりしてまだ遊んでないよっていう方、諦めないでください。戦力差があろうがこのゲームは回せるようになっています。ですのでまだやってない方、一度挑戦してみてください。戦力差のマジックに騙されてはいけません。勝てる場合が多いです。諦めずに挑戦をしてみましょうということですね。イベント装備というのもあります。以上まずね、出撃について説明をさせていただきました。あ、こちら書いてありましたね、ここ追加パイロット、先ほど名前で読み上げましたがこちらに載ってますので、このキャラクターを皆さん使うようにしてください。第2章、第3章、第4章ではもちろんキャラクターは変わりますので、第1章のキャラだけをまず使うようにしましょう。では続いてですね、イベントということで、こちらでもちろん見ることもできます。まあこれ皆さん欲しいよね、ビーチの休日大使やおすすめということで、まあ優勝クリスタルが必要なんですが、優勝クリスタルを持つことによってこのスキンが手に入るようになります。もちろんコインもねもらえますね、クリスタル。もちろんこちらベルナレットももらえます。まあちょっとこちら優勝になってますので、欲しい方は、おう、ごめんね、欲しい方は取りましょうというふうになっています。他にもですね、まあアイテムドロップということで限定募集、タイシャーグラフトも来ています。もちろんパック購入も可能、各キャラクターのスキンも限定販売中ということで、まあスキンを買うことももちろん楽しみでできるようになります。そして交換アイテムなんですけれども、こちら交換アイテムを獲得しようということで、まあそれぞれですね、こちらのコインですよね、水鉄砲大戦争というふうに書いてあるんですが、こちらのアイテムを競技ポイント、水鉄砲戦争かな、これを交換することによって今回の特別な装備も手に入れることができます。イベント装備というんですが、まあ格闘が装備するような突撃武器だったりするのにリロードが発生してしまうというような、ちょっと可愛らしいというかユニークなものになっています。先ほどの画面でもお見せしたように、なんていうのかな、フルセットを集めるとついでにその報酬ももらえるようになっていますので、ぜひともまず最低限一つずつは報酬目当てでフルセットを揃えるようにしましょう。例
ただね、装備のメインとサブ効果というものはランダムで交換した時に決定するようになっていますので、少しでも強い装備がしたいよって思う方は運が必要です。そのためガンガン回して運と引き換えに頑張ってやろうという風になっています。もちろんこちらね、腕輪もあります。腕輪の方ではまあ背景だったりとかね、スキンが手に入るようになっています。もちろんコインやこのエース招待状ももらえますので、他にもね、仮想移植体参加モジュールなどなどもらえますので、皆様ぜひぜひ集めましょう。もちろん第2章、第3章、第4章でもそれぞれ競技ポイントがよって交換できるものは変わりますので、ガン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 集めてイベントを楽しんで回してやっていくということになります。問題はまあボックスガチャですよね。こちらのボックスガチャの報酬はこれが難しいんですよね。まあイベント任務でね、あの競技許可証をまず集めましょう。その許可証を集めてチャレンジステージをクリアしたら水上祭りコインが回せるようで回せるようになります。そしてイベントボックスガチャ1機100回ということで、100回回してまずはベロニカスキン当てましょうっていうところですよね。先は長い、皆様ガン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 回さないとねってことで、私も今後回していきたいと思います。次、合流ということで、まあブリーズ太郎と一緒にビーチボール勝負、こちらはですね、まだ11月3日からしか遊べないミニゲームとなっています。楽しみですよね。そしてこのシャディッティっていうのが、シャディッティ、これが先ほど言ったボックスガチャですね。ホイットニーのライブということで、こちらなんですけれども、これデイリークエストとなっています。このイベントのデイリーなんですけども、実際このイベント画面ではなくて普通の画面でやるようなパーツ開発ですとか、キャラストーリーの探索任務等などなどやっていくと、デイリーがポン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 と進んでクリア報酬がもらえるようになっています。 S25 まであります。自分はもう今ね 1-2 までやって、今日は 1-3 をやろうかなと思っているところになります。これもね、もちろん皆さんやってますよね。やると報酬がもらえますので、頑張って手に入れよう。次に任務です。任務ですね、こちらこの任務、まあデイリークエストみたいな感じなんですが、曜日挑戦とか週間任務、これらをクリアすることによりまして、こちらのですね、競技ポイントだったりとか、まあイベントの参加券の手に入れることができますので、これでガン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 回してガチャコインを手に入れて、それでガチャを回すというのがこのゲームの仕様になってますので、ちゃんとこの任務は達成するようにしてやっていきましょう。だいたい一通り説明をさせていただきましたが、いかがでしたでしょうか。とりあえず皆様に伝えたいこと、一番伝えたいことは、戦力差のマジックに騙されないように、いくら戦力者が5倍ついていたとしても、自分のパーティーを信じれば勝てるということです。そして、相当する場合は、必ず、ボーナスキャラクターを入れるようにしましょう。レベルが1だろうと、一度星3クリアをしてしまえば、ボーナスキャラクターで相当することが可能です。ドロップ率も上がりますので、忘れないようにやりましょう。ということで、もう始まってから3日、目ぐらいになるのかな、こちらの夏の思い出イベント、今更かもしれませんが、今だからこそまだ聞けるということで、概要と攻略方法などなどを説明させていただきました。いかがでしたでしょうか。私もですね、日本語版からプレイしていますので、まだまだあの海外版というか大陸版というかをやっている方々よりも知識も全然足りない状態です。でもめちゃくちゃファイナルギア楽しんで遊んでますので、今後とも動画を上げていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。というわけで今回はここまで、ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。また別の動画でお会いしましょう。それでは皆さん、さようなら。またね。夏の思い出楽しみましょう。